こんばんは、ドンピザ娘です。今回ですね、月末恒例の新キャラがね、2体追加されましたんで、性能を紹介していきたいと思います。そしてですね、普段このチャンネルでは性能紹介をはじめとしてですね、レイドとか、アルティメットバトルですね、攻略系の動画も出させていただいておりますんで、ね、気になる方はね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではね、早速性能を紹介していきたいと思います。で、今回ですね、追加されたのはこちらのね、2体になっております。で、まあ、逸話はね、わかるんですけど、なんかね、この絵面だとさ、この剣かな？これ、槍と思ってたんですけど、剣持ってて、で、これさ、そのままさ、なんかハンマー持ってるようなさ、なんかこのね、絵面に見えるじゃないですか。だから、これで、なんか1体なのかなと思ったんですけども、今回ですね、初めてね、登場となります、ね、鉄槌かな？の、まあ、これでね、投擲の、ね、土かなって書いて、ミョルニルですね。らしいです。はい。で、まあね、自分もこれね、よく、ね、原作読んでないんで知らないんですけども、まあ、一緒になんかマリアンとかとね、映ってたんで、うん、まあ、グレムリン系のね、トールとか、あの辺となんかつながりがあるのかなっていう、ね、なんかざっくりした。ね、こう予想でしかないんですけど、多分その辺じゃないかなと思いますね。はい。で、今回、まあ紹介する前にね、まあざっくり所感で言うと、この2体はね、なんか PVP 寄りに作られたね、キャラなのかなとか、まあクエストとかですね。なので、まあ組織戦線とか、まあレイドやる方っていうのは、まあ特に引く必要はないかなと思いますんで、まあこの辺でね、ブラウズバックしていただいても、まあいいかなと思いますが、まあね、一応その理由をですね、これから説明していきますんで、ね、よろしければ最後までお付き合いください。それではね、まず逸話からですね、紹介していきたいと思います。これなんて読むんだろうね。草神立ち草神立ち、なんていう、創始立ちね、逸話となっております。こちらですね、青属性のアシストキャラとなっております。ステータスね、見ていきましょう。 HP が15000ですね。そして気温が2800で、まあ、どちらかというとですね、まあ、異能に特化したようなね、ステータスをもらっております。で、異能攻撃力も11116ですね。はい。で、続いてですね、スキル見ていきましょう。これ、なんて読むのこれ。反転連、奉納剣、光、東照の力。なんて読むのこれ。読み方、コメント欄で教えてください。これなんて読むのさあ、振り仮名振ってほしいよね、この辺で。はい。こちらですね、行動開始した時に、ペアキャラのみで、これですね、ペアキャラのみなんですが、まあ、貫通とね、イコアップ賞と、そしてスキル威力アップ賞ですね、これを3ターン付与する1回のみということで、行動開始時に、ね、ペアキャラにですね、まあ、こういう風にね、バフ漏れるんで、しかもね、貫通つけられるっていうことで、まあ1とかにね、まあスキル打つキャラですね。まあこういったキャラに相性がいいんじゃないかなと思っております。まあ異能で言うと誰だ？サンタミツコ。あとは、あれですね、緑のね、タキシードのね、ツッチーとか、あの辺とね、相性いいんじゃないかなと思います。で、これですね、まあ特に色の縛りとかもないので、ね、結構汎用性は高いかなと思いますんで、まあ、PVP ですね、結構ガチめにやられてる方ですね、まあ、貫通ついてね、まあ、スキル力アップ、そして、ね、イコアップ消化つくんで、まあ、割といいんじゃないかなと思いますんで、ね、まあ、ぜひぜひ引いてみてください。ね、潜在見ていきましょう。起用工場と、イコ工場中ですね。はい。強いっちゃ強いですね。で、続いてですね、ミョルニルですね、紹介していきたいと思います。こちらですね、緑属性のアシストキャラとなっております。ステータスね、見ていきましょう。HP が14000ですね。そして気温が3660。高いですね、結構ね。耐久力高そう。と思いきや、攻撃ね。異能攻撃力が12578。めちゃくちゃ高いですね。そして防御ペラペラです。はい。まあ、武器だから、そんなもんかな、うん、ね、ミョルニルって言ったらね、ギリシャ神話に出てくるね、トールのね、神器っていうのかな、うん。雷のね、
土ハンマーみたいなイメージがあるんですけど、でもこれ投擲なんだよな、なんか投げるんかな、ね、でスキルね見ていきましょう。魔術のこっちは杖って書いてありますね。土だったり杖だったり、ね、こうねミスリードさせようとすねする気満々ですねこれ杖だよね、小槌とかじゃないよね、ペアキャラがスキルを使用したとき、ペアキャラのスキルチャージターンですね、一旦短縮して青系と緑属性系ですねの敵全体に対して移動ダウン中と移動不能、そして持続被害中を一旦付与する2回のみということで、まあそのなんだろうな、こうターン数ですね、まあ2回発動するんで、うん、まあ耐久というかね、まあなんだろうな、うんこれもなんか説明が難しいな、なんて言えばいいんだろう、まあ、PVP とかでまあ耐久系のキャラに尽きるというか、まあそういうなんだろう、複数がついてるキャラとかに持たせとくと、まあ割とこうね2回しっかり使えるかなっていうところですかね。タゲ集中と複数とか、あとガード系とかですね、うん、まあとはいえよ別これいらんくねっていう別なくてもよくねっていうのがまあ正直なね本音になります。はい、まあデバフ強いっちゃ強いけどね、まあ単純にさ、イボーダウンだけ入れたいときね、ただこれ一旦なんで、これレードとかではね、ほんとゴミカスですね。まあ組織戦線とかだったらさ、なんかこの3つデバフが入ることによってね、なんかダメージがちょっと伸びるとかそういうことありそうですが、まあデバフのみ、うん、移動不能がワンチャンダブルとかなんか使えたりするのかな、とかそういうのはね、なんか若干なきにしもあらずですが、まあどっちかというと PVP 系かなと、クラスバトル系で、まあ移動不能、そして持続被害ですね、この辺がね、あの腹痛対策になったりとか、まあ足止めですねになったりとかまあそういった場面で使うんじゃないかなと思います。これ完全にねレードじゃ無理レードでこれ使うのはちょっとねターン数が短すぎる。はい、でワンチャンほんと戦線で使うとしても、ダブルで、ね、移動不能にして反射するとか、なんかそういう編成が、まあ仮に緑であるかっていうと、どうなんだろう、アクセラさん。で必殺でね、反射とかじゃないからな、って感じですよね。ただスキル打つだけで移動不能とか結構他にもいるんで、まあ正直このキャラじゃなくていいかなっていうところもありますんで、まあやはりあんまりそんなね優先順位的にはねおすすめではありませんが、うん、まあね初登場ということでね、あの CP とかですね、まあ上げて若干そのなんだろう、まあね下校大使回収できたりとか、あとはあのあれ称号とかにまあ追加されるよとか、そういうレベルですかね。はい、これさ、ホーム画面どうなるんだ、喋るんかな、ね、気になりますね。潜在見ていきましょう。移行工場中と起用工場中ですね。はい、これさ、ちなみに声優ついてるのかな。あー、キャラクターボイスなしですね、これね。うん、これどうなんだろう、喋らないってこと。自販機とかもこんな感じだっけ、見てみますか自販機とか一応音は鳴るよね。音は鳴るけどさ、あれって声優さんいたっけシステムボイス、あれこれこれ、ああ、な自販機みたいな感じですかね、本当にね。はい、いや、あのぜひぜひ、あのなんか声出すとき、あの呼んでいただければ対応しますよ。はいはい、というところでね、今回ね紹介以上にしていきたいと思います。まあまとめですね、まあ、逸話とね、ミョルニルですね。まあ、紹介してきましたが、まあ、引くなら逸話の方かなっていうところで、まあ、こっちに関してはもう完全趣味の域かなと思いますんで、うん。そしてですね、まあ、今回の組織戦線の頂上決戦ですね。決勝トーナメントの、まあ、対象ですね。キャラ棒でもないので、まあ、焦ってね、引くようなものではないかなと思いますね。基本的にね、まあ、スルーをお勧めします。まあ、推しの方ですね。まあ、逸話推しのね、方なんかね、結構こう、熱量高い方多いんで、まあ、これは引くでしょうね。はい。ね、引いてくださいね。うん。はい。で、まあ、これ、逸話、V
ぶっちゃけ強いしね、全然、うん、で汎用性も高いんで、まあ、これからも全然使っていけそうな PVP に関してはですねあるんで、まあ、全然持っといて損はないかなと思います。で今回ですね、優勝限定ですね、まあ、1回限りということで、まあ、対象キャラですね1体確定で、どちらかですね出るので、まあ、これでね、まあ、逸話かね、まあね、こっちのミョルニル好きな方とかはあのホーム画面とかでですねどういう反応が見られるんだろうとか、まあ、そういうところを楽しみにして、まあ、余裕のある方ですね引いてみてください。そしてですね、昨日かな、お知らせかなんかでとあるのね12時ぐらいに、あの2月1日の、ね、0時からあのゲコタショップね、お得セット販売しますみたいな出てきてたんですよ、うん、でロードマップも、ね、2月なんか色違いだったんで、あのイベントがね大体いつも水色系で書かれてる、青系かな、青系で書かれてるんですけど、ね、なんか紫の色でね、まあ、まあレードとシナリオイベントの時期ぐらいに、まあなんかね、コラボかフェスか分からんすけど、まあフェスはないかなとは思うんですけどね、まあコラボかなんか来るフラグなんじゃないかなと思っております。なんでまた月末なんか生放送来るのかどうかちょっと分かりませんが、うんね、情報を、待ちましょう。またですね、まあそこでまあもしコラボとかですね発表がありましたら、ね、そのタイミングでまたね、動画作りたいと思いますんでね、その時はまたよろしくお願いします。というところでね、今回動画以上にしたいと思います。この動画がね参考になりましたら、高評価チャンネル登録でこの番組をね応援していただけると嬉しいです。またですね、まあツイッターかな、ツイッターもまあ一応その動画の情報だったり、まあゲームのね、まあちょっとしたバグとか不具合とかかなとか、まあこういう使い方したら面白いよみたいなのをまあ見つけた時とかですね、まあたまーにつぶやいたりねしておりますんで、興味ある方はね動画の概要欄から、ツイッターですねフォローしていただけると嬉しいです。そしてねさらにですね、まあ最近ですね、まあ、YouTube で、まあライブ配信ですね、まあずっとやれてなかったので、リアリティっていうねアプリと、ツイキャスっていうアプリですね、まあ2つのアプリで今ね朝と夜にまあ不定期でありますが、まあ配信やっておりますんでねまあなんかこう話したいことがある方はぜひぜひお越しください。たまにはねおしゃべりしましょう。ということでね、動画以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。